日本語コンテッペイ、日本語コンテ,ッペ,イコンテッペイ、子供と一緒に行ってます。日本コンテッペイの時間ですね。えー、っと今日も言いにくい言葉たちについて。はい、はい、はい、帰ってきました。えー、今、あの外を散歩してきましたね。長い散歩1時間半まあ長くないかな？ でもずっと歩いてましたから、まあまあいい運動になったんじゃないでしょうか。あの最近僕は、あの足、足をね、少し、えー、足の運動をしてます、ね。足の運動。足を鍛えている。えー、理由はですね、本当に足が細くなりすぎた。あのー、まあ、 まあ、もともとその足の運動が好きじゃないんですよ本当に、えー、理由は疲れるからはいまああのー、まあ生徒さんたちの中でもあの運動が好きな人が結構多いですよねそしてあの運動をしてあの疲れるのが気持ちがいいと言うんですね、えー、僕にはその意味が全く理解できなかった 今でもあんまり理解はできません。だけど、だけどね、確かに少し体が疲れるというのは、そんなに悪い気持ちじゃないなというのが、最近少し分かってきました。えー、あの、フラストレーションはなくなりますね、やっぱり。あの体が疲れるっていうと、なんかあの、一日、えー、とても <laughs>、 仕事をしたような気持ちになりますよね。えー、なんかこう、寝る時に体が疲れてるというのは、あの、そんなに悪い気持ちがしないです。むしろ、まあ、いい気持ちがする。前はね、その感じがあんまり好きじゃなかったんですけど、あの、やっぱりあの、毎日毎日たくさん話しますよね。そしてたくさん考えますね。えー、僕はやっぱり、頭と、 口ぐらいしか使わないんですよ。毎日あの顔しか使ってないんですね。顔、口、そして目、そして鼻、そして耳、そして脳。ほとんどが首の上にありますよね。そして手とか足は本当にあの、ま、使わない。階段を降りてトイレに行くぐらい。 <laughs> そしてまた階段を上がってくる。えー、足。手はスマートフォン、iPhone を触ったり、キーボードをちょっと打ったり、それぐらいですよね。で、やっぱりバランスが悪いですね。バランスが悪すぎる。というわけで、ちょっと体ですね、特に足。足を疲れさせるというのは、あのいいと思いますね。これはあの僕は今まであんまり気にしてなかった。 であの歩くのは前からしていたんですね歩くことはだけど実は今スクワットもしてますからね昨日の夜も子供と一緒にスクワットしましたダフトパンクを聴きながらねはいダフトパンクを聴きながらあのダフトパンクというまあまあかなり有名なあの音楽グループがいますねそしてあの「ホームワーク」というアルバムがあります多分最初のアルバム 僕が大学1年生の時、買いました。えー、CD を買いました。今はない。CD はないけど、Spotify で。それをかけながら、子供と一緒にスクワットをする。いいでしょダストパンクのホームワークを聞きながら、スクワットをする。で、まあ、昨日の夜、それをしました。そして今日、さっき歩きました。これは、あの、いいですね。本当に。足が疲れて。はい。というわけで、 あのー、この前からねやってますねその言いにくい言葉これが今日はうまくいけるんじゃないかな、えー、運動した後どうなるんでしょうかちゃんと言えますでしょうか前回勝者初出場とかその辺しました、えー、今回はどこから行こうかなえー、っとねえー、っと格差社会 嫌な言葉ですね。格差社会。格差社会。まあ、確かに少し言いにくいけど、大丈夫だな。えー、格差社会。格差というのは、お金を持っている人と、貧乏な人の差。格差。格差社会。この、社会とかいう言葉も、あのー、差しすせそう、差しししせしょうみたいな、ちょっと、差、この、格差、さ、しゃ。 ここが言いにくいんでしょうね。多分ね。格差社会。格差社会。はいはい。えっ、ー、と、次ね。うーんと。僕にとってこれ簡単ですけど、著作権。著作権。あの、著作権というのはコピーライトみたいな意味ですけど、著作権って書くんですね。著作権。でも読むときには著作権。 って言うんでそんなに難しくない気がしますけど、はい、お出ましたね。暖かかった。暖かかったね。暖かかった。いや、今日は結構暖かかったですね。これ僕結構得意ですね。暖かかった。はい。どうぞ皆さん暖かかった。暖かかった。何回も言うとね。変な感じがします。暖かかった。暖かかった。はい、えー。次。 うわーこれ難しいな。東京特許許可局。あれ東京特許許可局。東京東京特許許。<laughs> 東京特許,許許可局。うわ、言いにくいなー。東京ですね、もちろん、東京。特許 特許というのはさっきのあのコピーライトみたいなもんですけど、パテントのことを特許と言いますね。特許。許可。許可というのはい、まあ、いいですよ。アプローブするようなこと。許可しますよ。はい。許可、局。局はその場所のことを何とか局、テレビ局とか言いますね。ラジオ放送局。というわけで、東京特許許可局。うわぁ、言いにくい。 えーっとね次えー、っと過失致死傷わ言いにくいな「過失」「過失」「致死症」「過失」「致死症」はいこれはあの人が死ぬことそして人を殺してしまうことですね。「過失」というのは何か、まあ、事故 もしくは事故以上のもの。で、致死、殺す。過失致死傷。症というのは症状ということかな。まあちょっと嫌な言葉だから、まあ、あまりあの話したくないですけど、過失致死傷、いろいろありますね。次、あのカタカナの言葉があります。これはあの、あるウェブサイトで見つけ,て見つけたんですけどね。はい 次いきますね。カタカナ言葉。マサチューセッツ工科大学。そんな難しくないな。マサチューセッツ工科大学。僕にとっては全然難しくない。逆に言わずに。マサチューセッツ工科大学。全然難しくない。えー、っと、ゴルバチョフ初期長。<laughs> ちょっと言いにくいな。ゴルバチョフ初期長。ゴルバチョフさんあのー、ソビエトユニオン。 の終わりの方にいましたねゴルバチョフさん書記長というのはそのトップの人のことを書記長と言ってましたねソビエトユニオンの時ゴルバチョフ書記長、まあ、ちょっと言いにくいな確かにはいシャー,シー・少佐シャー,シー・少佐ちょっと言いにくいなシャー,シー・少佐シャーというのはあのガンダムですねガンダムのキャラシ,シャー少佐というのはなんかそのまあなんかボスみたいな感じなのかな シシシャアジョーシャ,シャアショー確かに言いにくい、えー、トリニダードトバゴ <laughs> こ,れこれ日本語じゃないですけどね言いにくいですねトリニダード,ドバトバゴトバトリニダードトバゴ言いにくいえーっと次、えー、あとちょっとあと6個ですから終わらせます、えー、キツツキキキツツキ言いにくいなーキツツキ キキツツというのはあのー、鳥ですね鳥キツツえあと意味わかんない言葉はですねこれ僕、えー、ボ,ボブ僕ボ,ボブ僕はボブです俺はボブだってことね僕ボ,ボブ僕ボ,ボブ、まあ、別に言いにくくないし意味もわかんない、えー、次駒込駒込ってあの東京のある地名ですね駒込駅 コマごめ、コマごめ、コマごめ、そんなに言いにくくないかな。はい。はい。なんかそういう意味がわからない言葉が、あの、ここ並んでますから、もう言いません。はい。あ、疲れた。これで終わり。はい。皆さんもお疲れ様でした。3回にわたってお送りしました。言いにくい言葉たち。ああね、これやってみてわかりましたけど、あんまり気にしなくていいですね。<laughs> 今ま、ね、でやって、3回もやって、 あ,のあまり気にし,しなくてもいいというのもちょっと時間の無駄に皆さんの時間を無駄にしてしまったような気もしますが暖かかったぐらいで十分ですよね。はい、あた暖かかった今日はとても暖かかったです、はい、これだけ言えればいいんじゃないでしょうか、はい、あまり気にしなくていい本当になんかねまあそういう言葉はありますよね全ての言語にでもあの他の言い方もありますからねただ か暖かかったはちょっと大事ですからそれだけ、あのー、言えるように今日から毎日、あのー、皆さんは、えー、お風呂の中でシャワーを見ながら「暖かかった暖かかった暖かかった」これを20回言って「わらららら」はい口の練習をしてくださいそれではまた皆さんチャオチャオあしたれまたねまたねまたね